その時はもうずっと言ってるんですけど、聞いた瞬間もうはっはっはっってこれ10回飛んだんです。10回ぐらい飛んで、でその後我に返って頑張っていかないとなって思ってました。俺もね8回飛び跳ねた。8回俺の方が2回多い。そう何が面白いね8番でも普通になんか俺らの目指してるところはやっぱり変わらずすごい大きかったから、まあ、ドームツアーやりたかったり紅白歌合戦の司会がやりたかったりとかしたから、その中ではやっぱりもっとすごいパワーが欲しいなと思って、そんな時にめちゃくちゃ嬉しかった。正直この3人って聞いた時もこの3人に会った時もこれならいけるって確信しましたね。初めて会った時に隼人君が最初に入ってきてくれてハグしてくれたんですよ、いきなり。俺ちょっと驚いたんですけど、それがなんかすごい印象に残ってるし嬉しくて、もう包み込まれてあったかかったです。よかったどう実際リリースイベントとかも やってるんですけど、どうやってみて。自分はなんか一人も欠けちゃダメだなっていっぱい経験して思って、そうだね、そのなんかリリースイベントとかでも例えば大地くんがいない、水木くんがいない、ハヤトくんがいないとかあるんですよ。その時にあ、一人でも欠けちゃダメだなってなんか物足りなかったり、ね、やっぱ助かってるなって思います。そうだね、結構いなくて初めて分かるそのメンバーの大切さとか結構分かるんで、7人揃った時のなんかグワッてすごく来る心とかに来るものは結構とんでもないものがあるなっていうのは正直なんか、まあ自分もそのパフォーマンスやってるんで客観的にはなかなか見れないんですけど、そのパフォーマンスしてて、おなんか俺ら今すごいパワー放っててるなって感じてます正直。本当に笑ってんじゃねえよお前はなんかこれって恥ずかしいんですけど、めちゃくちゃ大きいステージやってる姿がちょっと想像できたね本当に、本当思ってる、いや本当に大きいところでもなんか見劣りしないような7人に慣れてるなって、なかなかちょっとあれですけど、なんていうんですか、自信過剰に聞こえるかもしれないですけど思います。でもそういう面で言ったらここと似てるな、似てるなと思うんですけど、なんだろうね、色と名前が似てるんですよねもうかぶってんじゃん、もうやだそう、せーの、その茶のですありがとうございますやっぱ似てる、出身地も地元もほぼ同じだし、三重と愛知だし、なんか色もちょっとなんか薄めたような濃くしたりした感じだし、なんか僕の弟に顔も似てるんですよそれずっと言われてて、入った時からもう弟にめっちゃ似てるって、もうお母さんも言ってるって言われて、そう、昔好きはみんな言ってるんですよ、なんか弟似てるねっつって、なんか細い感じも似てるし、どうする、弟になっちゃいます意味わかんない、なっちゃいますってでもこの二人結構なんかどんどん、ま、なんていうんですか、特攻隊じゃないですけど、どんどん道をこうやってグーグー切り開いていく、こうやって行くな行くな今行かなくていいんだよお前はっていうタイプなんで、なんか二人でどんどんいろんなものをこうやって、まあ、ちょっと言葉悪いですけど蹴散らしていくじゃないですけど、このミルクのこのどんどん道をいろんな方向にね、こうやって開いていけたらなと思います一人で行くとちょっと心細いところがあるんですけど、二人になったことでよりなんかもうなんて言うんですか、この安定感があるじゃないですけど、俺も行ってやるぞっていうなんかこれ相乗効果じゃないですけど、それがあるからすごくなんかやりやすいです。もういつまでもついてきます、僕もついてきます、ありがとうございます意味わかんないもう噛み合ってなさすぎてありがとうございました。はぁゴジラだゴジラだ、そうだゴジラバイバイ。映ってねえから映ってここ、ここだった バイバイ。音と人をつなぐ場所、 M1 ミュージック。